はい、どうも。今回紹介するキットは、長谷川の、ランチア037ラリー、ツール・ド・コルス・ラリー・ウィナーということで紹介させていただきます。これ1984年のツール・ド・コルス・ラリー・ウィナーということなので、もう軽く33、4年前かな、走ってたキット、車ではあるんですけど、ランチアって、これちなみに037ラリー自体は、何種類かパターンが出てます。このマルティニカラーでも2種類出てて、あとね、どこだったかな？パッと名前が思い出せないんですけど、青と黄色のね、ツートンっていうか、まあそういうカラーのやつとね、あとね、アリタリアカラーあったかな？まあ何種類か出てたと思います。よいしょ。ですね、よっこいしょ。中を開けるとこんな感じですね。長谷川のキットって基本的にね、結構一袋になっていることが多いので、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど。もちろんこんなって言い方はあれですけど、この車は実車を見たことないです。もちろんね。フロントカウルが別体なのかな。まあ、でも長谷川のキットにしてはモールドはちょっと、このね、分割のモールド、分割っていうのか、パネルのラインの分割モールドは、長谷川にしては深いというか、ちょっと太めのやつなので、いいんじゃないでしょうか。全体の雰囲気もまあ、悪くはないかと。で、ガラスパーツと、ね。透明度も結構高いですね。よいしょ。よいしょ。細かいなやっぱり。一袋になってるのね、ちょっとね、じっくりお見せはできないですけれど。あ、エンジン再現なんだ。エンジン再現ありなんだ。多少バリはあります。けどまあ、こんなもんならいいんじゃないでしょうか。全部真っ白けなのでね、ちょっとね、画像では、あ、画像じゃ、映像ではね、ちょっとね、わからない部分も多いと思いますけど。でね、長谷川のキットってね、デカールがこう、むき出しなんですよ。で、こうやってね、一応ね、今、紙はついてはいるんですけど、こんなものね、保管してる最中にね、やっぱ絶対ずれちゃうと思うので、ちょっとこれはなんとか変えてほしいなぁと思います。あ、一応ね、でもね、これ、デカールカルトグラフです。カルトグラフデカールですね。ならまだいいのかな。前も話したと思うんですけど、自分ね、どうしてもね、長谷川のキットってね、苦手意識がどうしてもあって、この間ね、N コロナのキット紹介させてもらって、今度ね、N2 か N、N2 か。今度ね、もし N2 を入れることがあったら、その時には話させてもらうと思うんですけど、あれはね、すごく良かった。組み立てやすくて良かったんですけど、これ、おら、これはちょっと組める自信ないっすね。なんでかというと、やっぱりね、駅マニからね、多分これフロントパイプって言うか分かんないですけど、その辺がね、結構分割が多いのと、これは何？インテーク？インマニー周りの部品なんですけど、これもね、かなり分割されてたりとかして、これ位置合わせとか慎重にやらないとちょっと厳しそうですね。実写の写真あるんですけど、ついてはいるんですけど、残念ながら白黒です。 参考にして色を塗ろうと思う方は、実写画像を探した方がいいかもしれないですけど、実写画像あるのかな？まあ、このね、色のね、雰囲気でね、色を思い浮かべながらね、まあ一応塗装指示はありますよ。シルバーだったりとか、艶消しの黒だったりとかありますけど、ありますけど、ちょっとね、これでは、っていう感じですね。うわーって言った理由はね、このね、
後ろ側のね、このフレームとね、エンジンの付き方とかね、こういうのがね、ダメだな。俺はこういうのはちょっと、あまりっていう感じですね。自分はですよ。組み応えはあると思います。部品点数がそんだけ多いっていうことは、やらなきゃいけないことっていうのは結構あって、で、かつね、そこからね、例えばそこから実写っぽく見せるためには、ここの黒は こういう黒を使った方がいい、ここのシルバーはこういうシルバーを使った方がいいとかってことを考えて塗っていくのも面白いと思うので、そういう面ではね、まあ面白いんじゃないかなと思いますけど、俺はちょっと無理かな。うん、なので、まあ、だってね、ほら、マッドフラップの固定用の金具まで再現されてます。長谷川すげーって思いますね。すげーって思うけれど、俺はちょっと組める自信ないな。あ、カーナンバー5番と、1番と、カーナンバー5番と1番と選択式で組めるようになってます。あ、だからタイヤマーク2種類入ってるのかな。タイヤマークはね、黄色と白が入ってるんですよ。よいしょ。ピレリのね、タイヤマークはね、うわ、モールドも細かいな。モールド細かいな。こうやってね、タイヤマークがね、白と黄色と2種類入ってるのに、これがあれなのかな？ゼッケンに合わせ貼り替えたりとかするのかな？あとね、アンテナがね、こうやってね、もともと、なんだろう、これ真鍮かな？ちょっとわかんないですけど、アンテナの金属部品も入ってたりするので、そういう点でもね、結構ね、こういうキットを組み慣れてる方、レーシングカーとか、そういうのを組み慣れてる方ならね、じっくり、組んであれば、まあ、長谷川のキットなので、まあ、組めないとかって、あ、組めないというか、まあ、そんな、なんて言ったらいいかな。不死身みたいな組めないっていうことはないと思うので。で、出来上がったら出来上がったら、ちゃんと037に見える、037ラリーになるようになってると思いますので、まあ、こういうのはね、結構ね、結構上級者向けのキットだとは思います。これちなみにキット定価は3000円なので、まあ、内容から考えれば、まあ、今の基準だとこんなもんかなっていう気がします。まあ、カルトグラフのデカールなんで、まあ、結構ね、貼るときにこう、変になったりすることもなかなかないんじゃないかなとは思います。というわけでですね、今回紹介させていただいたのは、長谷川のランチャー037ラリー、1984年ツールドコルスラリーウィーナーということで、これは、通常、CR30 コレクションラリーシリーズってやつの通常品番のやつついてるんですけど、タイミングによって作ったり作ってなかったりするキットなので、欲しいっていう時に欲しなかなか入手できない可能性もあるかもしれないですけれども、まあ、多分ね、結構ね、あるところにはまだいっぱいあると思いますので、じっくり探してみて、作ってみたいと思う方は作ってみてもいいんじゃないかなと思います。というわけで、紹介、ね、こんな感じで紹介させていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。